セント・ジョンズ・レトリーバーの最後の生き残りであるとされている、ネルゴー1867年12歳の際の撮影セント・ジョンズ・ウォーター・ドッグあるいはセント・ジョンズ・レトリーバーとはカナダのニューファンドランド島セント・ジョンズ原産のレトリーバー犬種である。また、レッサー・セント・ジョンズ・ドッグという名前も持つ。このレッサーというのは本種が 小型犬種であることから付けられたのではなく、同地原産犬種のニューファンドランドと比較して、やや小さめであることから付けられた異名である。日本でも、人気の高いラブラドールレトリーバーの先祖でもある。カナダにいた地域からの移民が入り始めた頃、ウォータードッグタイプの犬とニューファンドランドを交配させて、作られた犬種である。いてつく寒さの中でもリトリービングを行い、 丈夫な体と扱いやすい気象を持っていたため漁師や漁師に重宝されていた。後にもっと能力の高いレトリーバーを作り出すという試みが行われ、数頭がイギリスに輸出されて改良されて、ラブラドールレトリーバーが誕生した。しかし、カナダ国内のセントジョンズレトリーバーは逆輸入された、ラブラドールに押され、活躍の場を徐々に奪われていった。 さらにむやみに行われた異種交配による雑種化が進んだこともあり、純血の犬の数は極端に減ってしまい、絶滅寸前となってしまった。あまりにも頭数の激減が深刻であったため、本種はすでに絶滅してしまったと見る専門家も多かった。しかし、1980年代にカナダの変地で生存していた数頭の純血の セントジョンズレトリーバーが発見され、この犬を使って本種の再生活動も行われている。数人のブリーダーによってこの活動は行われているが、まだ復刻版の頭数は少ない。本種はあまりカナダ以外では知られていない犬種である。子孫のラブラドールに比べると体格は大きくがっしりしていて、容姿も随分異なる。頭部は幅が広く、マズルは やや短い。首は太く背は平らで、胴は長い。垂れ耳サーベル型の垂れオデオには飾り毛がある。指には水かきがついているが、ラブラドールのものよりも長く丈夫である。コートはショートコートで二重構造をしているため防寒性も高く、水もよく弾く。毛色はブラックのみであるが、胸などにホワイトのパッチが入ることもある。 体重が54から7 7ラムもある大型犬サイズの犬である。性格は穏やかで攻撃的な面がなく、子供に対しても優しく接することができる。泳ぐことも得意で、リトリービングの際は獲物に歯型がつかないようにそっと加えるソフトマウスという技術を習得することができる。セントジョンズレトリーバーは一般的にはカナダ原産の犬種として知られている。 これは、作出が行われた国や地域を原産地とする考えに則っ,って指定されるものであるが、中には、複数の原産地を持っていたり、不明であるとするなどの例外もいくつかある。昔は、この規定が無視されることも多かったため、本種の原産地をカナダにするか、イギリスにするか、フランスにするか論争が行われていたことがあった。カナダ原産説の理由は、 作出がすべてカナダで行われたためで、イギリス原産説の理由は子孫であるラブラドオールがイギリスで作られた犬種であるため、先祖もイギリス原産とするべきであるという要望があったためで、フランス原産説の理由は原産地がかつてフランス領であったためであるとそれぞれ主張されていた。そして論議の末、規定は守られる形となり、最終的にカナダが、 原産地として決定された。決められた理由は、作出が全てカナダ国内で行われ、イギリスやフランスなどの他国からの干渉も全く行われていなかったため純粋な原産地として指定されたのであった。ありがとうございます。